皆さんこんにちは、小西茂です。はい、クリスマスなのに半袖でですね、実は私去年の3月からベトナムのホーチミンというところに住んでいます。日本から4500キロくらい離れています。1年中30度以上ありますので、長袖の服着たことありません。では今年も楽しくクリスマス会をやりましょう。最初は賛美歌、荒野の果てに、そして神の御子はです。お願いします。
はい、いかがでしたでしょうか。次は青木さん、ついにやりましたね、プロ野球で阪神タイガース日本一。阪神タイガースといえばこの歌、六甲おろしです。人はなぜ過ぎた日の幸せを
でしたか？静かな曲を聴いた後はクリスマスの歌に戻ります。赤鼻のトナカイ、そしてジングルベルです。震災から明日へ向かって立ち上がろうと作られた歌が10年後の2021年にコロナに負けないで明日へ向かって立ち上がろうというテーマでもう一回歌われました。ではお聴きください。ミーシア、明日へ。Oh.
最後の曲となってしまいました。 NHK の朝ドラブギウギの主人公福来スズ子のモデル笠置シヅ子が歌った東京ブギウギです。まあ、この曲も言ってみればですね、戦争で大きな被害を受けた日本の復興応援歌とも言えると思います。では元気に参りましょう。3、2、1、0
でしょうか。これからサンタさんがたくさんプレゼントを持ってくると思います。楽しみですね。では皆さん最後に一緒に慌てんぼうのサンタクロースを歌いましょう。
はい。どうもありがとうございました。